プロデューサー、プロデューサーの皆様、お待たせ、テクタンと申します。祝3周年プラチナ宝くじ、こちらの結果発表を見ていきたいと思うのですが、これ9月の18日の3時以降にデレステ開いたら、勝手にね勝手に宝くじの画面が始まってしまったため、一応動画には残してるんですけれども、ちょっとその時のリアクションはね、リアクションはちょっと残ってないんで、ちょ今からね、今からもう一度その現場を一緒に見ていけたらなと思います。では宝くじの当選の瞬間を見ていきましょう。ガシャ画面に来ました。ひなこの SS レアの2周目が来たよね工場2周目来たよね。いやー当たればいいな。1日1回無料10連今やってるやん。それはまたまとめて動画にしたいと思います。結果はしばらくお待ちを。そして今回こっちスカウトのこれでもなくこれでもなくスペシャルの方でした。失礼しました。これ S レアスカウトチケットと S レア以上確定っていうことで、先にこっちを引いて、でそこから S レアアイドル選んでいこうかと思います。こちらのアイドル詳細見ていくと、まあこんな感じね。一応 SS レアも出る可能性があるということなんで、ここにちょっと期待をしたいのですが、まあ引いていきましょう。とりあえず S レアでも良いので新規を願うばかりです。では引きましょう。 S レア以上確定。ガシャロードはいいよいいロードがあったけど青か。このガシャで青は、まあ、S レアやろうな。はい、 S レアでした。池袋明葉ちゃんは新規のはず。あれちゃう普通にちゃうかと。 SS レアはね持ってるの覚えてるんやけどね。ということでハッピージーニアスの明葉ちゃんが来てくれました。なるほど、ロードは手にならなかった。じゃあ S レアこっちのスカートチケットを使っていきたいんやけど、全然どのアイドルをねスカウトするかは決まってません決まってません。なのでこの対象アイドルちょっと見ていって、参考にしたいのがソロバージョンがある子、この子をスカウトしたいんで、ちょっとまあざっと見ていきます。はい、決めてきました。はい、
楓さんにしようかなと思います。バッチリソロバージョンもあったし、それに今回イベントで楓さんイベントあるということなんで、せっかくなんでね、楓さんをスカウトしていきたいと思います。それではスカウトしましょう。お、かなでさん、かなでさんとねイベント真っ最中ということで、はい、開けていきましょう。楓さん、隠れ家的なバーは助かりますね。アイドルは見つかったらダメですし。はい、神秘の女神高垣楓さんということで、隠れ家的なバー、後ろにねお酒がずらーっと並んでて、なんかすごいおしゃれな食べ物を食べてて、シャンパンみたいなの飲んでていいですね。いや、大人の女性の魅力がムンムンね、いい感じの楓さんになっています。はい、楓さんって夫愛よね、目綺麗よね、いいよね、 SS レア欲しいな。はい、楓さんをスカウトしました。宝くじはまあこんな感じの結果になりました。残念ながら4等は出なかったんで、ちょっと SS レアゲットにはならずといったところですが、まあスタージュエルはあんだけたくさんもらえたんでね、私的には満足しております。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。